今の日本の国の力では、お年寄りのための公的な老人ホーム、看護施設などはとても作る余裕がない。ところが老人はどんどん今増えている。公的な老人ホームはもう期待できない。入った人は何年も待ってやっと入る。よほど運のいい人である。となれば老人たちは高い私的な老人ホームに入らざるを得ないけれど、そういうふうなお金がある人はいない。みんな貯金も少なく、年金でカツカツの生活をしている老人が多い。こういう老人はあくまで家で、要支援や要介護になった介護保険で生きる以外はない。あんまりこの頃は大家族制度は崩壊したんで、自分の子供は当てにできない。しかし人間最後病気で死ぬ人もおるが、老衰で死ぬ人もおる。あの老衰の人たちを見ると、介護保険だけとても生きられない。みんな最後は寝たきりになる。それでも生きているんだから死ねない。自分で死ねない。生きている。たくさんの貧乏な人々がいる。そういうふうな人々に最後はこういうふうな生活が、最後の老衰の生活が来る。介護する人もこれから日本人いなくなる。外国人の導入を考えているらしいが、政府は果たしてうまくいくかな。外国人と日本人では考え方が違う。また外国人の看護を受けるにも金がいる。介護保険料もどんどん増えていくし、介護の自己負担分もどんどん増えていくし、介護を受けられる回数も少なくなる。今までより。こういう人々は最後どう生きるのか。最後は
介護保険で応援に来てもらったり、1日や2日や3日、デイサービスで預かってもらっても、解決する問題ではない。何ともしようがない人間が街に溢れ出した。これ以上に何ともしようがない人間が家で寝ているはずである。家で死ぬ死ねなく寝ているはずである。これが今、社会の現実となる。まだフラフラでバスに乗っている、街歩いている連中はいい方である。これを通るこそ街も歩けなくなる。バスにも乗れなくなる。スーパーにも買い物に行けなくなる。こういう人間がわんさかわんさか出てくるし、介護のための人間はどんどんいなくなる。まあここまで来たら政治家も最後はなるようにしかならんと考えているんじゃないかな。一般人も老人たちはこれなかなか考えても悩んでも何ともならん。だから彼らもなるようにしかならんと考えているのではないかな。このなるようにしかならんの先行きは暗い。大多数の人はなるようにしかならん。で、生きているように思われる。確か、その考え方は間違ってはいない。もう日本政府に将来、日本の国に社会に何とかできる状態ではなくなりつつある。その点、残念ながらまだまだ高齢者はその危機を、将来の危機を分かっていない。だから私が言うように、いかに生き、いかに死するかが今の老人高齢者たちにとって重要な問題になってくる。